三重県鈴鹿市より参りましたフリーダムと申します。先ほどご紹介いただいた通りですね、我々三重県は南熊野に伝わる伝説熊野古道と、それに伝わる八田ガラスの伝説について表現しております。熊野古道はですね、日本が最初にできた時、神武天皇と呼ばれる最初の天皇が国を起こす前に寄った地というふうになっております。そこにある3つの神社、三社と呼ばれるもの、そして神武天皇を希望の先へと導く八田ガラス、そういった、ものをですね、今回我々演舞で表現しております。そういったところまで、気にかけていただきながら見ていただくと、より一層我々の演舞楽しめるかと思いますので、それではですね、短い時間ではありますが、どうぞ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは時代を起こす旅の始まり。